これいつも思うけど、ここ、うん、あの食べてる場合じゃないんですよね。もともと基礎を持ってなかったんで、おもてなしの料理なんですね、うん、いつから基礎を言うのですか。第1回のお子様大会っていうのは、はい、昭和30年前後に、うん、なるほど、はい、まず入れます。いいですか。あ、はい、紙プロは必要です。 今してしまっていい、はいね、はい、首のところはあまりきつくならないようにですね、お手はあったかくなったかエプロンしてる。これあ、これエプロンか。じゃあ皆さんこれエプロンですよ。間違えてます。これは花巻の有名な獅子踊りです。獅子踊りってあの、はい、あの伝統芸能があるんです、はい、あるんですけど、本当に歴史も古く、僕なんか首結構苦しいんですけど、やりすぎです。やりすぎ。赤ちゃんの首は冷えてくる。なんか首苦しいなと思って。なんか美容室とかでもそうですよね。なんかこう苦しくないですかって聞かれるじゃないですか。苦しいです。苦しいですね。ギュッて押すんだ、しかも。髪飾りすごい素敵。そう、最初からカードしてました。いや、お蕎麦食べて髪をまとめてきました。あ、どうも、太田ちゃん、よろしくお願いします。10分対決ということで、はい、ちょっと頑張ります。お腹少し空かせてきました。あ、本当ですか、はい、じゃあ、もうその胃袋が張り裂けんばかりになるまで我々も頑張りたいと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いします。ゆうちゃん、頑張るぞ。やるぜでは、行ってみよう。はい。あ、いいの取れました。ありがとうございます。これはバッチリ使えますね。ルールの説明。ルール自分たちで作っていこうかなと思ってるんですけど、はい、10分で何杯一番食べた杯数が多いのが、はい、とりあえずまず勝利じゃないですか。はい、勝利で、じゃあ勝利したから何もないの、で勝った負けたで。それはいいんじゃない。いけないので。負けた方はその場で一発ギャング的な何かあったらを。そういうブランディング的に いいんじゃない、マー君。あ、いいですか。はい、ちょっと気持ちが高ぶってちょっと、そうだね、いろいろエンタメしたくなっちゃうなと思いました。多分マー君がわざと負けることはできないと思うから。あ、ごめんなさい、空気読まないタイプです。いや、あれ、下の方がいいやつ。ちょっと中でもうすでに緩めてるんで、取り繕え、そわそわしすぎ。太田さんよりマー君の方がソワソワしちゃってるから。だって楽しみじゃない。目の前に餌がある犬になって。すいません、さくら皆さんは本当になんかお食事の時間で。よく食べるんですか。はい、僕は美味しいと感じられるうちに、死ぬほどお食事を食べるたいがために生きてます。はい、それが人生の喜びのメインディッシュ、ね、そのために頑張っていろいろ。あ、はい、確かにそれは仕事した後のビールも美味しい。あ、お酒も美味しいです。ぜひお酒を、ぜひお酒飲みたいです。なんか、あ、なんだっけ、わさび焼きが美味しい。あ、めちゃくちゃ美味しいですよ。うわ、皆さんご覧ください、こうですよ。やばいですね。私はどうですか、見えます。いや、ちょっとご覧ください皆さん、このテンション上がりますね。テンション上がりますよね、お蕎麦も。いやー、やばいっていうか、香り本当にめちゃめちゃ立ってますよね。これ多分あれですね、300杯いっちゃうかもしれないですけど。本当ですか、300杯。10分で一応オープニング撮って用意スタートみたいな。いや、もういいんじゃない、十分でしょう。はいはい、じゃあオープニングを撮らせて。必要それ。あ、必要です。あ、欲しい、うん、じゃあもう撮って。はい、ではいきます。本番3秒前、オープニング撮ります。3、2、1。はい、皆さんこんにちは。岩手をこよなく愛する岩手在住音楽ユニットアンダーパスのマー君とミカと、そして太田ちゃんです。はい、太田ちゃん、ようこそ岩手。さあ、今日はですね、はい、先ほど実は太田屋さんのバンドの方の、はい、初アルバム、はい、こちらの中に収録されているツアーは続くの、セッションね、はい、撮影させていただきまして、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。もうありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ということで、おそばが伸びるよ今日は。あ、そうだね、ちょっと待ってね、あと1分。長い今日は、この3人で10分間で一体何杯食べられるか対決をしていきたいと思います。ということで、それでは、早速スタートしていきたいと思いますので、矢部屋の皆様に、お願いしたいと思います。それでは、お会場の皆さん、よろしくお願いします。
願いします。はい、じゃあ行きますよ。はい、よーい、スタート。はい、もう行きたね。はい、いっぱいになりましたけど、やっぱエビはね、食べたいですよね。いただきます。うん、うまい。いいじゃん、CM アイキャッチの人。私一人だけですか、映ってんの。これガヤで話しまいでも本当ね、お腹いっぱいしか出てこないですよね、今は。エビめっちゃ甘い、美味しい。よく薬味食べるタイミングがありましたよね。あ、僕にカメラ回ってますか。はい、どうも皆さん、そうなんですよ、薬味、薬味結構食べて、はい、はい、あのエビ美味しかったですよ。美味しいですよね。めっちゃ甘い、美味しいです。うん、やっぱ三陸岩手あの海産物ですからね、やはり、うんうん、人が食べてる姿っていいですね。かわいい。美味しいです。